アルフレッド・マニュエル・マーチンは、アメリカ合衆国、カリフォルニア州バークレー出身の元プロ野球選手、監督、宇藤右打ち。現役時代のマーチン1947年から、オークランド・オークスなどマイナーでプレーした後、1950年から二類種として、ニューヨーク・ヤンキースなどで、プレー。現役時代は、ミッキー・マントルや、ヨギベラの影に隠れる格好であったが、 ここぞというところで打つなどの勝負強さがあり、1953年のワールドシリーズでの打率。500は今も破られていない。現役時代からマーチンは野球の戦術面で、オークス時代からの師匠であるケイシー・ステンゲル監督をはじめ、多くのコーチに教えを請うことが多く、チームメイトであり、親友のミッキー・マントルも、あれほど、 情熱的に野球を教わっていた人間は見たことがない、と言わしめるほどであった。1957年に、ニューヨークのナイトクラブ、コパカバーナで起こした乱闘騒ぎにより、ヤンキースを追われるような形で、トレードに出され、その後カンザスシティアスレチックス、シンシナティレッズなどを渡り歩いて1961年に、現役を引退した。 引退後はファームでのコーチを経て1969年にミネソタツインズの監督に就任、その年に地区優勝を果たしたが、同年、フロントと対立してあっさり退団してしまう。しかし、その間にチームの看板選手だったロッドカルーを鍛え上げた。その後、デトロイトタイガース、テキサスレンジャーアズでの監督を経て1975年からは、 フルス・ヤンキースの監督を務めたが、当時からのオーナーであるジョージ・スタインブレナーや1977年に遺跡でやってきたレジー・ジャクソンらとたびたび対立し、タブロイド紙はこの当時の球団をブロンクス・ズーなどと揶揄した。1982年にはオークランド・アスレチックスでも指揮を取り、盗塁王、リッキー・ヘンダーソンを育てている。当時、 マーチンは監督室に次のようなスローガンを掲示していた。もともとはオーナーのスタインブレナーの部屋にあったもので、これを見たマーチンが同じスローガンを自分の部屋に飾ったという。マーチンから影響を受けた人物の一人に広岡達郎がいる。広岡は評論家時代にメジャーリーグのキャンプでビリー・マーチンの指導ぶりを勉強していた。 広岡カはマーチンから監督の長期契約の公用を学んでいる。弱いチームを強くするために、監督はチームと長期契約を結ぶ。長らくチームの監督を務めると選手が分かれば、監督の意向をおいそれと無視することはできないという理由である。また、この縁からビリー・マーチン評伝の日本版の解説は、広岡カが記している。 本塁打の破壊力と機動力を生かした攻撃的な野球スタイルはビリーボールと呼ばれたが現役時代から見られた武闘派とも言える彼の短期と諸突猛進心な性格は多くのトラブルを生んだ青年時代はボクサーを志していただけあってそのパンチ力は波外れておりその鉄拳で引き起こしたバーやクラブなどでの乱闘騒ぎは膨大な量になる前述の コパカバーナでの乱闘の他にも、ツインズ監督時代には、主力投手のデーブ・ボズウェルに、かなり激しい鉄拳制裁を加えたり、1979年10月には、マシュマロを売りに来たセールスマンを叩きのめしたり、地元ニューヨークの記者の前歯をへし折るなど、スタインブレナーオーナーとの愛像を入り混じった関係も、有名で1988年までに、ヤンキース監督に5回就任し、 5回解雇されている。まるで SM 関係と評するマスコミもいた。また、1983年7月24日の試合でカンザスシティロイヤルズのジョージ・ブレットが9回表に逆転2点本塁打を放った直後にバットに塗られた滑り止めのための松谷が規定を超えているとして抗議、パインタール事件を起こしたことでも有名である。マーチンのヤンキース在籍時の背番号。 1>, 1. ニューヨークヤンキースの永久欠番に1986年指定。ニューヨークホスー送ーンのゲートオブヘブン墓地にあるマーチンの墓。自身の背番号1があしらわれている。1989年12月25日、ニューヨーク州ビンガムトンで乗っていたトラックがアイスバーンで横転する事故により死去。61歳没。この不法を聞いた。 スタインブレナーオーナーは、そうめったにいない男だった。家族の一人を亡くしたような気持ちだというコメントを残している。墓は、スタインブレナーの墓らで、ベイブ・ルースの墓と同じ区画に建てられている。野球殿堂入りはまだ果たしていないが、死の3年前になる1986年に、フルス・ヤンキースは、ゲーム機、監督を通じてつけていた、マーチンの背番号、1を、 永久欠番に指定している。ありがとうございます。